では具体的な協力者たちという項目がありましてですね、これらの異なる視点からプラトンの守護者はどのように呼ばれても共通して彼らが思考と話し方に具体的であり目標の実現に協力的であることを示唆していると。したがって SJ のガーディアンの行動と態度の習慣を考え始める際にキャラクターの行列で彼らの4分の1を見てみようと。あ、まあこれですね。他のパーソナリティと明確に区別される独自な言葉の使用と協力的なツールの組み合わせだと。したがって彼らを具体的な協力者と呼んでいると。で、彼らのこの具体的な言葉の使用っていうのがあって、ガーディアンの言葉遣いは親戚のアーティザン、SP ですね、はい、と同様、彼らの物質的または社会的な環境で観察される具体的な事柄についてほとんど話すと。彼らは論理的または空想的なトピックについての会話を丁重に聞くかもしれないが、同じように応答せず、より具体的な対話、より実質的で理にかなったトピックに移行し、商品やサービス、食べ物、衣類、信用と借金、価格と賃金、利益損失、交通と娯楽、ラジオ、テレビ、有名無名などを話題にする傾向があると。もちろん彼らは抽象的なことについて議論することができまたしますが、それにあまり関心がないため、彼らは抽象的な話題から具体的な話題に移行しやすく、話題が抽象的から具体的なものに移行する傾向がある。ガーディアンの話し方は連想的で一貫しており、彼らは一つのトピックから別のトピックに連想的に移動しますと。ガーディアンが何か思い出すと、それが手元のトピックからだけでなく、トークまたは関連性ないものであってもそれを言及すると。それは他の人を別のことを思い出させ、それを言及させますと。そして会話はトピックからトピックへ。暗示ではなく接触的に移行し、まるでドミノの列のように一つが転倒するように進行していくと。なんかこの話し方を見ていると、はい、自分みたいなんですけどね、話がこのトピックからトピックに行って、はい、何を言ってんだって気にさせるのはちょっとあるなとは思ってます、はい。NT なのでユキさんは SJ とは意見が合わないですけど、極端になりすぎるのを止めてくれると考えたらいいのかなと。ルールが絶対っていうのが苦手。ルールが絶対は僕も苦手ですよね、 P なので。ちょっと自分がもう NF なのか SJ なのかがわからないので、はい、まあ、でもルールがあると楽は楽ですよね。あ、でも無視するや俺、うんうん、ルールが都合のいい時だけじゃないですか。あ、だからもうルールなんてそういうものって感覚ですよ、僕的には。都合のいい時だけですね、はい、確かに、はい、自分に都合のいいルールだけ。まあうん、そうですね、はい、で人ってそうだろうが急に出てきて、はいはい、SJ は違うんですかね。SJ はみんなが守るルールみたいなのが重要なんじゃないですか。みんなが出て、みんなが幸せになりそうなルールみたいな、なんか道徳みたいな話じゃないですか。でもみんなが幸せだったら賛成でもいいですけどね、僕。みんなの幸せは僕はどうでもいいですもんね。あ、でも、まあ、みんなの幸せのために僕は犠牲になるつもりはないので、まあ、っていう話をされると、はい、僕もなんか今みんなみんなって言いながらはい、もうちょっとなんかセルフィッシュな感じはします。はい、はい、ちょっとみんな SJ いい人たちだよ。いい人たちですよ、 SJ 大事だよ。はい、なんかひどいよみんな。 SJ がいるから多分抜けれるんですよ勝手なことできる。あ、もうそこにはねちゃんと感謝はしとこう、はい、忘れちゃダメ。はい、はい、NT が勝手なことできるんですよ。あの4タイプあるっていうことは、はい、4タイプ必要だからあるんですよ。バランスですよ、多分バランスですよ、はい、あの僕は好きです、はい、なぜなら自分かもしれないから、はいはい、SJ は良くも悪くも俗っぽいのよね。 SJ ですが俗っぽいって言われると当たってると思うし思ったと。でまた僕は俗っぽいって言われると、うん、人間なんてみんな俗っぽいだろうって。まあはい、俗っぽいですよ人間なんて、はい、って思ったりします。はい、はい、ではすいません。このような具体的な言葉の使用、このような会話は
参加するすべての人にとって興味深いものであり、それぞれが自分の生活に関連することについてガーディアンたちは話していると。一つのトピックが長く追求されることはなく、問題が浮上しても解決されることがないとなるほど、はい、ガーディアンはこの種の雑談が非常に得意で、彼らの対局である NT はその点で非常に苦手だと結論出てねえじゃんはいはいはい、言葉の意味それちょっとずつこと違ってるじゃんってまあ問題ずっと言葉がずれてるよって、問題解決にそんなに意識が向いてないんじゃないですか。まあトピックも飛びますしね、はいはい、この辺が苦しいんでしょうね NT の人たちは、うん、これに参加していると、はい、これが S の社交場の主導者に NT をトレーラーに置いていると。彼らの興味を引くトピックは、ガーディアンは膨大な事実の貯蔵をするのができ、それを呼び起こし、また自由に会話で連想すると。彼らは人の名前、誕生日、友達の両親や子供の名前、子供たちが学校でどうしてるか、親戚の友達が誰か、誰がどんな仕事を得たか、最近誰が亡くなったか、いつどこでみたいなこととか、日付、場所、情報の一辺が簡単にまた他の情報を呼び起こしてくる。はいはい、すっごい心当たりがあります。もう本当皆さん申し訳ありませんはい、はい、あっち行ったりこっち行ったり、あっち行ったりこっち行ったり、本当申し訳ない、はい、これは具体的な情報であり、特定の人物、製品、時間、場所に関するものであり、比較的な価値、これはそれより優れているとか、うんうん、多すぎる、足りないみたいな情報が、このガーディアンを全てのタイプの中で最もこういう会話が快適にできるようにしていると。はい、なるほど、はい、本当に申し訳ない、すごい心当たりがあるこんなガーディアンの話し方は、はい、連想的で比較的であるだけでなく、主に正統派ですと。 SJ は自分が言うことで威張ったり派手なことを言ったりすることを常に警戒していますと。あ、これ俺違うなそのため彼らはかなり伝統的な語彙やフレーズを使用し、しばしば古い格言、ことわざでもそうじゃないですかを挙げるあ、かもやっぱそうかもしれない例えば、うん、1ペニーの節約は1ペニーの稼ぎとか、うん、時の縫い目は9つの縫い目を節約するとか、うん、腐ったリンゴ1つがバレル全体を台無しにするとか、飽食か危機かどちらかといったものですと、うん、ガーディアンはまた自分が故郷と呼ぶ地域で一般的な単語や文の使用も多いと。例えばハリー・トールマンは田舎の環境で育ち、常に故郷の少年であると考えていたと。それもあってか彼は平易なコメントで知られていた。1945年にフランクリン・ルーズベルトが在職中に亡くなり、トールマンは突然アメリカ大統領になった時、新聞記者たちに荷物が落ちたような気分だと語ったと。歴史は意気揚々としたトルーマンがその巨大な責任のもとで仕事をし、実際はその責任を果たしたと。そして大統領であることに対する彼の満足感を真のガーディアンのスタイルで表現したと。大統領であることは一日中ほぼ一晩中の仕事だと認めつつも、君たちと鉄柵の間だけで言えば私はそれが好きだと述べたと。同時にガーディアンの話し方はしばしば忠告で彩られていると。彼らは他人に自分自身や他人を傷つける可能性について警告する傾向があると。注意しないと怪我するよ、それをやるのは正しくないよといった形で、他人が道徳的な違反を犯す機関性についても注意する傾向があると。そして彼らの警告が無視されると、彼らは他の誰かが多くのことを許すのをためらわず、違反者を非難したり戒めたりする可能性が最も高いですと。ガーディアンは通常話すときに派手なジェスチャーを避ける。しかし彼らが活発になると手が出てくる。人差し指が警告の合図として振り、また拳が彼らの前に上がると。それは SP のような、 SP アーティザンのような堂々とした拳ではなく、はい、親指が巻かれた人差し指の上のようにある拳ですと。まるで手綱を持って馬を操縦しているかのようですと。
そしておそらく最も馴染み深いのは SJ が急遽片手または両手を下に振り切るような動作で、彼らの発言を強調したりさらなる議論を打ち切るために行うと。これは大統領の責任を要約した時トルーマン自身が行ったことでもあると。ここで責任が止まるんだと、うん、なるほど、はい、はい、